先輩、はい、前にね、うん、世界一操作性が悪いゲームっていうのをね、はい、実況してもらってさ、やりました。まあ結構ゲーム楽しんでもらいたいなっていう思いで、はい、先輩にプレイしてもらったんですけど、うん、なんか苦しんでらっしゃったじゃないですか苦しんでたよ、ずいぶん関節ぐにゃぐにゃ人間の、なんかずいぶん全然クリアできねえんだもん。なんか先輩がずっとね、いつも七子さんばっかりゲームやってずるいと、はい、俺がプレイしたいっていうふうにおっしゃってたから、うん、じゃあこちらどうぞってことで紹介したんだけども、はい、うん、あまりに操作性が悪いから、いや本当に悪かった。なんかもうフラストレーションたまる一方のゲームってさ、なんかそうストレス解消のためにやったり楽しいなみたいな。まあそうですよね、うん、そうか、爽快感、うんうんうん、まあそのクリアーってなった時の気持ちよさ、うん、みたいなものを味わいたいってことですよね。それがゲームの醍醐味でしょ。そうですよね、うん、なんで俺もちょっと反省しました。はい、反省して、今日ちょっと新しいゲームを今日先輩に紹介したいと思います。はい、それがこちら、はい、世界一短いアクションゲームです。なんかサクッとクリアできるみたいなこと。そう、もうなんかしょぼんのアクションとかみたいな、はい、あんなもんクリアするまでにもうとんでもない幾年幾月を重ねないと、うんうん、あのクリアできないようなもんじゃないです、うん、これ、まあ、世界一短いアクションゲームだから、はあ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 。なんかしょぼんなアクションとか、まあ、苦労した分だけクリアした時の爽快感はあったけど、はい、これは短くても短いからこその爽快感みたいな。もうインスタントゲームよ。はあ、あもうすぐクリアして、うん、すぐ気持ちいいを味わってもらいたいと思いで、はいはい、まあ、今日はちょっと本当単発動画になると思うけど、はい、ちょっとやってみましょう。単発動画にもならないじゃん。こんなどれぐらい短いか分かんないけど、これもうでも終わったら今日は10分は持たせてほしいね、この世界一短いアクションゲームでいやそれはゲームに頼んで、俺がべしゃりでべしゃりで語りで今日でも天気結構良くなったっていうか、ゲームは始めてほしいんだ始める前に稼いじゃダメなの今のうちにゲーム実況者なんだから。あ、そうなんだ、はい、じゃあやりましょうか。お願いします、はいはい、プリーズクリックヒア。はい、これが俺なんだ、主人公なのかな。うん、おなんかゆるキャラじゃないか、可愛らしいキャラが。はい、はい、初期設定を行います。これハイでいいの。うん、いいんじゃない。そうだよね、ちょっとどういうコントローラーがどうのこうのとか。はあ、はあははあ、ゲームの初期設定を行います。画面の指示に従って設定を進めてください。はいはいはい、はい、ああじゃああれか、イヤホンもいるわけね。あ、そうだね。あ、音量適切な大きさに、はい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 。でそこのあの BGM とか SE 動かしたら音量変えられるし、そこで調整すればいいか、はい、あ U を動かしてあのゴールに触れたら次の設定進める。ああ、右に移動が D で A で、まあここはあれか、こういう操作をですよっていうことね。そうそうそう、チュートリアルというか、そうね、初期設定的なやつかな。まず設定をするわけか。じゃあ、まあ、いつもの WASD、 はいはい、まあ、W がないかな。ああ、そうだね、なるほどね。ああ、音量適切な大きさはまあ調整できました。G に触れると次の設定に進めますってことね。あは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 あ、はい、なるほどなるほど、こういう感じ。はいはい、全ての足場が見えるように明るさを調整してください。これはもうやった。なんか俺のも触ってない。あ、明るさはなんか実況にちょうどいい感じ。あ、いや別に変えてるよ、好きに。あーあー、なるほどね。見えない、はい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 、明るさ、足場が見える明るさにしないと。昔子供の頃バイオハザードやるとき怖かったから、明るさ設定とかめちゃ明るくしたテレビの明るさ設定とかで。なるほどね、ちょうど見えるぐらいのサイズにとかあるもんね。これがまあ見えるか。あ、ちょうどいいんじゃない。まあ、これでも見えるっちゃ見えるけど、まあこれぐらいが、これ、え、明るくしていい。あ、いいよ、全然全然。ホラーゲーじゃないもんね、別にね。普通にゲームしやすいようにやってもらえる方がありがたい。はい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 、明るくなった、かわいい。なんかこのゆるキャラ、表示済みの設定はいつでも変更することができます。あー、これのことか。 BGM と SE ね、うん、おー、明るさを下げたりとか、はい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 、上げたりとかしていい。あー、 G に触れ、 G っていうのはどれだ。あ、これあれか、明るくしすぎてんのか。おい、でも見えないね。ん、明るくし、明るさ G っていうのはなんだ。さっきまであったけどね、ゴールの G が。うん、これは何これ。うん、てか音がなくなったのはなんだこれ。ビジも上げてみたら、ちょっと怖いな。でもなんか急に出てくると鼓膜がぶっ壊れんだけど。ウォーリーを探さないでね、急に、ね、急に G 出てきたら怖いんだけどBGM は関係ないのか。あれれっつうのはなんだこれ。わかんない、その子のとこ行くとかかな。ああ、え、ちょっと待って、明るさ、いやでも隠し、あ、 G はどこ、 G はどこっつってるよね。あら、あー、ここがなんか G がなんで表示されてねえんだ。表
表示さゆりの設定はいつでも変更することだけど、この G が全然出てこないんだよな。 SE が、お、なこれ、あれなんか G が大きくなってきてない？なんでな、え、これあれ SE がでかくなったら G が大きくなってきてこれもしかして左に行ったら、あ、触れられた。なにこれいや、あの子の、あの子の言ってる声が小さかったから G 触れられなかったけど、ああ先輩が G を SE を大きくしたことによって G が触れられるようになったってことですね。はいはい、声は SE ってことなの？かわいいギミック。何それ、はい、これは字幕言語を選択してください。字幕言語はね。あ、字幕なんか、ああ、さっきのセリフみたいなことか。うん、まあ、どっちでもいいけど、まあ、英語でもいいっちゃいいけど、字幕、セリフが、なんかこいつらが喋んのか？おお、How can we reach there? で、これが日本語だったらどうやったら届くかな。あー、すごい。はい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 、要で、なんか、こんなんね、すごいね。あ、しかもこれも SE をさ、うん、あー、あー、そうかそうか、俺が大きくしてたからそうなったのか。こんなになるんじゃない？はい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 、はい、へー。で、この子は考え中、静かにしてね。あー、これもだからでかくすると、はいはいはい、あー、大きくなる。あー、なるほど。で、あ、届かんの。あー、助走かね。あー、惜しい。待って、ギリまで行く。あー、そこ滑るの。結構滑るの。真ん中まではいけないの。あー、ちょっと待ってね。行きます。はい、助走ありで行く。助走はつけていいんじゃない。あー、いけないか。あー、あと一歩ここで落ちても。あー、惜しい。いけそうなのに。普通にこれじゃいけないってこと？え、でも、もうちょいだけどな。日本語？字幕言語はなんか関係してんの？なんでこれ？ Thinking required。 もしかしてだけど。あ、なるほどね。うん。どうした？いや、まあ BGM はなくなって、で静かにはな。あ、BGM のところに G があるなって思ったってこと？あ、違う違う違う、静かにしてねって言われたから、あの音を消した音を消したんだよな。これもうるさいってか。でも何もならないよな、うん、あ、ここが明るさ関係あるってこと？まあ、ないか。考えなさそうだね。これでかくしてみる。あ、いい、でかくした方がいいんじゃない？でかくしてもでも何も関係ないからな。ちょっと SE もなくしてみる。 SE なくなったらなんかもう、あー、惜しい。静かに、静かに。早くもう本編行ってくださいよ、先輩。いや、なんか、ね、やたら凝ったなんか設定画面だろ。この子たちの声は聞いた方がいいんじゃない？あー、あ、ちょっと待って。なるほど、英語にすると G？ これ違うじゃん。あ、違う、俺違うじゃん。それだと思ったのに。え、こんな G じゃないんだ。あ、待って、ん、なんかストップ BGM って言ったの。なんか言ってた？ストップ BGM って言ってた？なんか言ってなかった？ほんと？こっちか？この子が言ってた？あ、そうか！ん？あ、待って。How can... こっち行って。はいはい。で、静かにしてねって言ってたよね。うん。まず日本語だったら、ちょっと音楽止めてってでかいからってことね。あれ、なんでそんなこと、あれ、いつの間にそんなこと言ってた？いや、これは静かにしてねって言ってたけど、BGM 上げたら、あー、なるほど。音楽止めてになるね。うんうんうん。え？イングリッシュしたら？でっかい G がありますね。これもしかして、さっきは小文字の G だったけど、これは大文字の G なんじゃないですか。はいはい、おー、いけたー何これ。早く本編行かせてくれよ。で、時刻、ちょっと大きいな、さすがに。はいはい、じゃあ作業作業。で、時刻が、はあ、今12時だから、はあ、まあ、これをちょっと時間をずらしたら、はあ、あ、G 出てきた。え、なんで、あれ、あー、G が太陽で隠れた。いや、なにこれ。え、じゃあ、ジャンプしてと、あれ、ギリギリギリ G 届かないですよ。時刻もっと変えてみたら、これなんか乗れたりする？ああ、なるほどね、なるほどね。あ、乗れないんだ。乗れないな。うん、確かに、あのブロックみたいなね。ね、眠い、眠い、眠いけど眠らせないように騒音立ててるとか。眠い、ダメだ。明るさは？ああ、そうか。ああ、確かに。ああ。
じゃあ日中の明るさ変えてみよう。この棒の明るさだけになっちゃう。おはよう、よく眠れた。おお、なんかなんかどっかに、おはようじゃない、おはようじゃない、ちょっと待って。あ、なんか怖い怖い怖い。なんで朝6時こんなの。なんでグッドモーニングじゃんじゃない。あ、愚痴ある、聞いた。あー、鼻水とダメなんだ。あー、そうか、悔しいこれ。いや、あー、でもそしたらさ、これの小ささを。そうか、いや、でも消え、あ、だめだ、いや、もっと小さくしたらいいんだ。もっと小さくできるこれ。ここならいけんじゃないすごい。そうだよ。いや、設定画面長すぎないこれ。時刻変えない。ああ、そうしようか。なんか気持ち悪い天気だもんな。はいはいはい。プレイを操作するキーを設定してください。ああ、今だから DA。ああ、こうコンフィグっていうのがこのね、変えれるようになったボタンの割り振りね。これは右に、ああ、まあ別にこれでいいっちゃいいけどな。まあ、これこのまんまでいい。これなんかかかってくんのか。あ、なんか出る。あ、そうか、ちっちゃすぎる。 To jump freeze space press space。 はいはい、ジャンプするためにはジャンプはスペースキー。まあそれは知ってます。まあ、ジャンプスペースキーにしてるよね。ちょっと待って、ジャンプはスペースキーのスペース別のやつにしたら、ん、どういうこと。あー、喋る内容変わるんじゃない。なるほどなるほど。例えば G だとちょっと、これだと遠いんだよな。でも普通にこれで登ってったらいけないのか、向こう岸には。あー、ちょっと待って、 G になりました。つうか、そもそも、あ、ちょ、やりに、ちょ、操作性結果悪くなってないか、なんか。はい、届かないのか、ギリ。まあ、一旦スペースに戻します。じゃあそうだね、あー、そうだね、うん、あっち行ってから帰ればいいもんね。スペースにして、はいはい。あ、もういけないのかな、あそこ。じゃあまた、じゃあ天気を変えてみる。それかなんか明るさが、明るさは関係なさそうですね。時刻は、あ、この月なのかな、もしかして。でもこれ乗れなかったもんな、結局。そうだね。あれ、あ、いや、乗れる、乗れ、あれ乗れないね。英語だったら To jump play space、うん、まあ、G になったとてって感じだよね。そうだね。なんかちょっと惜しいな。だからでもね、そっち側行くんだったら話早すぎる気がするんだよな。確かにな。この G を狙わないってこと。なんかここまでのルールに乗っとるとコンフィグいじるんじゃないのかなって気がするけどね。そうだね、まあ、ここいじってないもんね。で、あとはこの子の喋る内容。To jump、 これちょっと矢印にしてみようか。あ、っていうか、そうか、 G キーよりももっと別の、あれ、ちょっと待って、なんかさ、はい、ここに文字出てきたよ。何か、あ、ほんとだ。あれ、今まであったっけ。いや、あったあったあった。そうか、ここに G をやりたいが、でジャンプを、ただね、あた頭文字は大文字だけど、小さい文字が最後の文字が G だから。てか、そもそもこれを G にしたらどうなんですか。あれかな、ちょっとやってみようか、うん、いける、うん、いけそう、いけたー。あー、いけた、ナイス、よう見てるね。あ、初期設定もうすぐ完了すると。はい、いや、初期設定が長くない、なんか本編世界一長い短いゲームに行くまでのこれで終わり。いや、ジャンプ戻す、ジャンプ戻そうかな、スペースに戻します。はい、で、なんだっけ、G に触れたら次の設定進みます。今歌ってるね、うん、これはなんだ、もう設定は完了してんのか。またこの子の歌聞いたり。そうだね、歌変わんないね。これ日本語英語になったらどうなる。ああ、確かに、ムームームーとかになってる。ここは変わんないね。で、時間帯によっては変わんない。どの時間帯でもこれ歌うね。そうだね、音楽だから音量系があれさま関係ないね。BGM、 あ、でかくなった。ん、あ、音楽が欲しい。あーあー、でもなんだ、 BGM がないと歌えないんだ。はあ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 、音楽がのところが、イングリッシュが I want music、 ミュージック。でも G 関係ない、ね、G じゃない、ね、ここが赤いのは気になるけど、なんで赤いんだろうね。あ、で、明るさ、
関係なさそうだ。関係ないか。うん。I want music。I want music。SE は関係ないもんね。ないね。BGM を1個でも上げるとじゃあ。あできた。なになになびっくりした。いや嘘でしょ。これはこれは嘘でしょ。これじゃない？マジで？いやなんか赤と赤おかしいなと思ったからこう。ちょっと待っていくよ。うん、はい。シェーやば。今のやば。かしこ。今の俺気づきたかった。あごめん。ごめん。なんか俺がプレイし。俺が気づきたかった。ここも、ここも謎解きゲームみたいになってるから、普通に。あ、ちょっと待って、ほら。I forget to put the goal でしょ？はい。で、あ、これ大文字にはできない。これでも、ここの赤文字、かなり怪しいよ。じゃあちょっと SE、この文字を変えてみようか。これ、でもそうだよな。日本語にすると？やば、ゴール忘れちゃったと。あれこの赤いやつは本番も頑張れ。はいはい。ああこれでさすがに。ああ待ったプレイヤー名でしょこれ。 U をさなんか G にすればいいんじゃない。もうそれクリアじゃない。ゴッドとかにすればいいんじゃない。ゴッドヌースケンなんか恐れ多くない。ほらもうこれでクリアでしょ。ああ触れられないんだ。あ所詮神に手の届かぬちっぽけな存在。常に神は天井におわすから。なるほど。え、でも誰か自分の名前呼んでくれたりとかしないのかな。ゴッドくん頑張れみたいな。確かに。お疲れ様でした。よし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 。やば、ゴール置き忘れちゃった。これがなんか怪しいんだよ、この赤いしさ。怪しいね。みんなの喋る内容変わったりとかしないか。ああそう。いろいろ見てみよう。はいはい。じゃあこいつでお疲れ様でしたでしょ。変わんない。BGM にやっても変わんない。変わんない。お疲れ様でした。変わんない。本番も頑張れ。本番も頑張れ。変わんない。変わんない。やっぱでも右のやっぱ赤字でね、ゴール置き忘れちゃったって言ってる子がね。こいつ相当怪しいけどな。怪しいよね。ビジョン変わんない。SD も基本変わんない。明るさ関係ない。明るさも変わんない。関係ない。なまじそこがね。赤色だから。文字だからね。名前怪しくない。でも名前こんなゴッドゴッドにしてるけどさ。ゴールとかにする？あーあーやってみようか。うん、ゴールくん。ゴールくん。はい。で？あちょっと待って。ああでもそうか。メインゲーム。あでもそこにグッドラックの G があるね。ああ怪しい。プレイヤー名だよな。でもきっとなんか関係あんのは。いやそうだね。いやそうだよな。プレイヤー名をなんか使うんだろうな。ね、めちゃめちゃ長い名前にしてみようか。ゴールゴールされゴール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 。あん何すごい、はみ出てんじゃん G が。あちょっと待て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 っていうことはゴー ル, ゴールいけるこれ。いけそう。ナイス。おすげー。おっしゃ、おっし。ゴー。ゴーくん、いきますか。はい。ゲームスタート。やっと始まったよ。はい。右にゴールがの G がありますね。ああ、はいはいはい。オーケー、オーケー。ゲームクリア、おめでとう。四秒です。4秒だけど、はい、世界一短いアクションゲームですから、お疲れ様でした。4秒に至るまでが長くない？いやまあ、あれ初期設定ですから。いや、確かにアクションゲームかって言われたらアクションゲームじゃないけど。はい。世界一短いアクションゲーム4秒でクリアでした。おめでとうございます。どうでしたか？設定が世界一長かった気がする。いや、世界一短いけど、10分以上経ってない？これ結局。はい、時間はバッチリです。喋らなくていいってこと？もうこれ以上もう十分です、バッチリです。これマジ急いでる時にやられたらマジ腹立つなこれ。てかなんだろう、俺もう今日早く帰りたかったんだけど、
はい、超嬉しかったんだけど、その世界一短いゲームって聞いたけど。でも4秒でクリアしたから。いやいや、あの、いや、別にそう。いやいや、設定がだからさ、普通に、10分15分かかってない？いや、だから別にこれさ、うん、なんか、いろいろ言うてるけどさ、うん、これあの、初期設定行いますかをさ、うん、あの、家にしてさ、うん、スタートしたらさ、あの、終われるから。1秒で終わるから。今日の実況。初期設定さすなよ今日の実況、今日の実況1秒で終わるから。だから1秒で終わったら、うわ、どうしようかな、なんとか話伸ばせるかなと思ったけど、ああ、初期設定たっぷりしてくれたから、あの、もう取れたからバッチリです。あんな風に初期設定出されたら、ハイするしかなくない？お疲れ様。ありがとうございました。うわ、俺もうこの、これから全てのゲーム初期設定しなくなっちゃうよ、こんなこと言われたら。全てのゲームでなんか、明るさが明るいとか暗いとか文句言わないでよ、もう俺二度と初期設定しないから。ざした。ざした、いやいやいや、世界一短く家帰らせようとすんな。終わらせようとすんな。はい、というわけで今日先輩にやってもらったゲームはこちら、世界一短いアクションゲームでした。ざしたー。1秒より早くクリアしてやる。いいって、もう早く終わろうぜ。いや、なんで早く帰りたがってんの。終わろうぜ。早く終わりたがってんの。もういいよ。しかも初期設定変えてるから俺矢印聞いて言っちゃったじゃん。ダモー。初期設定しないと、D ね。はい、記録は？違うね。おっそ。RTA も許されないのか。いつもあなたの暮らしに微笑みを。チャンネル登録よろしくお願いします。